何これ。何が起きたっていうの？千歳、俺とお前と新たと三人でバカやってた時は、新たを許していればよかったのか？それともそうすれば俺は、なんだ？死ね。繋がった。世界は解放の時が来た。我が名はアルカディオン。あらゆるものは消え去る。我が名。消え去る？帰る？最初からそうすればよかったんだな。ねえ、たっくん、やっぱりやめようよ。ここハッカーのたまり場になってるエリアなんでしょ？大丈夫だってミポリン。俺、クーロンレベル2まで行ったことあるし、このエリア、幽霊まで出るって噂があるんだぜ。いやー、怖い。ミポリン泣いちゃうかも。そしたら俺が慰めてやるって。あ、ねえ、あれって、ハッカー？大丈夫だって、ミポリン。いくらハッカー、よせ、あれは獲物じゃない。消してやる。消される前に。関東全域を覆っている怪現象は未だ収まりを見せず、政府の対応が急がれています。まるで仮想現実の世界に迷い込んだかのような奇怪な現象に専門。それがニュースっていうものなんだね。びっくりした？すごいでしょ。大規模なデジタルシフトが起きたおかげで、私もこっちの世界に来られるようになったんだよ。君たちの世界、すっごく興味深いよ。物理的ってこういうことなんだね。ねえ、君のデジモンはまだこっちには来られないの？そっか。でもそのうち来られるようになるよ。東京のデジタルウェーブはどう？ワームね。あんまりうろちょろしないでね。だって面白いだもん。東京が大変なことになっちゃったのはわかるけど、エリカたちといつも一緒にいられるのは嬉しいしね。そう言ってごまかそうとしても無駄だからね。ねえ、スウェードアケミからもらった論文の解析に集中したいの。ワッその子がいると気が散るの。壊れて床がジュースまみれになってる。おい、誰だ。
PC 画面に落書きしたの。朝からずっとこうなの。ごめん